ウィリアム・エドワード・ホワイトは、アメリカ合衆国ラマー軍、ミルナー出身のプロ野球選手、ビル・ホワイトとも呼ばれる。投打の左右は不明。アメリカ野球学会の研究により、メジャーリーグで最初にプレーした、アフリカ系アメリカ人である可能性が示唆されている。ホワイトの旧歴としてわかっているのは、当時ロードアイランド州のブラウン大学に通う生徒で、大学のチームでプレーをしており、 1879年6月21日に、プロビデンスグレーズの一塁種として一試合に出場、4打数で1安打、1得点を記録していることだけで、ある。この時は負傷していたレギュラーの上スタートの代わりとして、出場し、翌日の試合には、後の名選手であるジムオルークにポジションを、明け渡している。再び、メジャーリーグで、プレイしなかった理由は不明である。 2003年にアメリカ野球学会がホワイトの経歴に関する研究成果を公表したが、それによると彼の父アンドリュー・ジャクソン・ホワイトはジョージア州でプランテーションを所有しており、母ハンナ・ホワイトはそこで働いていた黒人奴隷だった。1870年の国勢調査にあるウィリアム・エドワード・ホワイトの名前に一致する人物は当時母ハンナと一緒に暮らしていた9歳の根欠の 男の子だったという。一方で1900年代の国勢調査記録では、当時シカゴに移り住んでいたブラウンは、ロードアイランド州出身で、そこでは彼は、黒人とはされていなかった。前者がグレイズのホワイトと同一人物であるとすれば、ホワイトは1884年にメジャーリーグで1年間プレーした、アフリカ系アメリカ人選手、モーゼスフリートウォーカーよりも5年早く、 メジャーリーグでプレーしていた選手ということになる。ありがとうございます。